はい。えー、昨日言った通りです。昨日の何言ったか、えー、知りたい方はぜひ昨日の今日の街を見ていただけたら幸いです。はあ、まじマジでね、そうなんだよね。やっぱね、休日はやっぱ色々あるんだよ。でも、ないんだよね。などだろ C っていて言うのが、えー、っと、なんかあるかな。 YouTube の急上昇を見れば、ちょっとなんかあるかもしれない。もしかしたら。えー、っと。うわ。わかんねえ、この YouTuber。誰だよ。<laughs> まあ、それ言ったらも僕も誰だよってなると思うけど。うん。いやー。あ、そうだね。えっと。あれ、今日か今日のいつだえとりあえずあれだね。そうだ、推しの子がは、あれか。開始するのか。明日から、かっこ もう今日なんですけれども、えぇ、ー、おしのこやるんで見ますか。あと僕ね、シャイっていうのを見てるんですよ。僕、漫画の方から見てたんだけど、途中からちょっと見て、あの、ニコニコ漫画で見てたから確か、ニコニコ漫画なんか漫画アップかなんかで見てたけど、途中からちょっとね、バージョン足りなくて見てなかったけどね、ちょっとね、あの、好きなものではあるんで、えぇ、ー、ね、そっちもね、おすすめしますね、シャイね。え、ね、可愛い,いんで、はい。見ましょう、皆さん。え ああ、わかんねえ。まじ、YouTuber のなんか、なんかプロポーズしますとか。あと、あ、そうだ、なんかそういえばね、YouTube、イチューバ r 界の王の愛ちゃんがなんかやるっぽいんで、それもちょっと気になるね。あと、解散とか活動休止とか、そればっかだね。ちょっとわかんねえ。どなた <laughs> どなたなんだか、ちょっと。びっくりびっくりドンキー。まあ、とりあえずちょっと、 あいちゃんんもね、ね気になる、ね、うん、でちょっと前に動画ありようと思ったんだけどやめたわでもとりあえずもうね僕ねこれ本当にこれが試合回数だからマジであの本当に皆さんあの、好きなキャラいると思いますねあの、折り紙の小鳥でさ銀狼とナノカとあとロビンホタルとあとジェイドね,ね好きなキャラいると思いますでも勝ちたいんだったら主人公やるべきですマジであの。 宝箱が出た時の爆発力が本当にエグいんで、ガチで勝ちたいと、一回でも1位取りたいとは、マジで開拓者やりましょう。で、コツだけ言うと、もう本当に動画でやったけど、その時に2位取っちゃったから、まあいいわってなって、ちょっとやんなかったんだけど、あの、シンプルに言うと、マジであの爆弾はすぐに爆発させずに、しっかりやる。で、あの、開拓者やってるから、僕開拓者しかやってないから、それしか言えないけど、マジで、あの、手数 手数が多い時少ない時とかあるけど相手の時間とか見てやるべきなんだけど結果的に一番言いたいのは相手を倒す姿姿勢勢じゃなくて絶対にこのターン耐える姿勢が大事あの実質的に言うとまあ多分最初の1ターンでほぼ格殺あのワ1ターン100切れるっていうのは多分なかなかないんでまあ強いて言うのはまあ簡単に言うとその何て言うんだろう もう擬似的な体力は3回まで耐えれるんだよね、主人公っていうか自分たちはあの最初にちょっと食らってでその次のターンでめちゃめちゃ食らってでゼロになった状態でもう一回これで倒されるとあの本格的に脱力なんだよね。でもそれ以前は何回食らっても例えば えっと最初のやつ1回目でえ11くらいましたでその次また12くらいました13くらいました14くらいました15くらいましたってそんらい食らっても結果的にあのハートが崩れなければっていうかあの1回0にならなければもう無限に耐えれるのでとにかく相手のやつに合わせてでこっちもコンボつなげつつってやっていくのが大事なんだよねすごい。で爆弾もうあの何て言うんだろうその そのフルーツだけ消せる爆弾あるじゃないですか。あの、虹色のリンゴみたいな。あれは極力残す。もう、極力残して、あここちょっとやべえなって時にしっかり使う。で、しかも結構セドリアじゃないと相手にも逆転されちゃうんで、そこをちょっと見ながらなんだけど、やっぱり一番いいのは、やっぱその耐えて、耐えてかつ、その爆弾をもう何個も貯めることね、本当に。で、そのたさっき最初に言った宝箱。 あの水の宝箱の時があるんだけど、あの時、あの、どれだけ、その、隣のキウイとかね、消したいんだよ、実は。消したいんだけど、なるべくその気持ちを抑えて、で、その、宝箱に隣接してる、あの、ブルーベリー、イチゴ、バナナのうちのどれかが、一番隣接してるやつと爆弾を一緒に消すと、キウイがマジでアリエンクレイ出てくるんで、それをできるだけあれば、あの、爆弾がマジで起こります。で、そこでうまいこと後半とか、あと、最後の一人とか、 削りどうしてもここ勝たなきゃやばいとかそういう時に爆弾2個使って全体爆発させれるとかあのフルーツをちょっとちゃんと選ぶとかそういうのやっていけばあの全然余裕でいけるんでねはいやっていきましょうはいこの後僕はまた折り紙の小鳥で待ち合いますいいでも一回ね結構時間かかるんだよねそれがちょっと問題なんだよねうんはいということでもうちょっとで千日おはいありがとうございました。